全体を刺激するエクササイズを始めます。最初に頭の後ろで手を組みます。肘を大きく開いて息を吸って準備、吐きながらゆっくり頭を起こします。息を吸って落ち着いて、吐きながらゆっくり頭を元に戻します。ながら頭をアップして、吸う息で膝の後ろをキャッチします。吐いてさらに体を起こし、吸う息でまた頭の後ろをキャッチして、吐きながらゆっくり頭を下ろしましょう。最後は息を吸って正面、吐いて右、吸って正面、吐いて左、吸い正面。このエクササイズのポイントは、頭を起こすときに頭で無理やりグッと起こしてしまうのではなくて、首の下に卵やボールを入れているような意識で、そして溝落ちから体をグッと折りたたむようにすることです。そうすることで頭と体が安定していきます。このポイントを押さえて今日から始めていきましょう。